みかげ民謡。皆様こんばんは。始まりました、いきなりみかげ民謡、略していきみ、みかげプロジェクトの佐藤光輝です。浅野翔です。お待たせです。そして阿部です。はい、もうメンバーでございます。こんにちは。はい、みかげプロジェクトとは、日本各地の民謡を次の世代とつなげる思いとしての楽器の可能性を追求しながら活動してきた3人が集結、現代の感覚で作編曲し、民謡の良さを日本のみならず世界に伝えていこうとしているプロジェクトです。よろしくお願いします。やっちゃう、ポンポン。両チーム久しぶり。久しぶりだね。ほんまに久しぶりですよ。あの、ソートの神奈川、横浜以来ですか。そうですよ、久しぶりです。僕と翔くんはほら、その後船乗ってますよね。え、その後じゃないですか。その後じゃねえよ、やべえよ、時空歪んでる。やば、やばすぎるお前。その時に船は知ってたの。どうしたんだろうと思って。あれ、何言ってんの、マジで。誰と乗ったの。また乗ってたんか。どこ行くか、一人でね。どこ乗ったの。ちょっと外して。あ、そうだ。初日の出です。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。横浜が最後か。いや、そうよ。今年も無理なんだよね、うん、幼稚園には言うと思いますけど。なるほど、どんな難題が来るのか楽しみやね。次のさ、アルバムがね、はい、いや、次のアルバムの、ある曲ね、ある曲、ある曲のアレンジは何を隠そう、そうなんだ、幼稚園がこうないんじゃないかって。 あれですか。今日この後やるんだけど、翔さんそれまだ聞いたことないから。え、ほんまに。そう、だって歌ってないの。そう、そう、あの時ほら、キジ2だったでしょ。あ、そっかそっか。そう、小2じゃなかったから。あら、聞いたことない、うん、聞いたことない。うん、おっと、じゃあ楽しみに。覚えてる。覚えてる覚えてる。ほんとかよ。あるでしょ。あの、あれでしょ、あの、1号でしょ。そう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 。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。ちょっと、この後楽しみにしましょうね。そうですね。はい、はい、ということで、今日は告知があります。ですね、我々の毎年恒例ですけども、浅草の花屋敷の中にありますね。花屋敷、花劇場とか言って、浅草歌劇場でワンマンライブ決まりました。出ました。はい、決まりましたよ、はい、日にちがですね、7月の15日、うん、月曜日、はい、祝日です。はい、いいですね。はい、で、今年も2回公演、はい、昼の夜とあります。1回じゃない。ね、2回。2回、ね、おっしゃー。一応今ご案内しますけどね、昼公演が1時半会場2時開演、はい、夜公演が5時、会場の5時半開演なんですけども、だから昼公演2時間だとしたら4時に渡したら1時間しかありません、はい、そうです。ほんまや。はい、はい、あ、そっか、ほんまや。そうなんですよ。で、全席指定で、はい、ドリンク代は別なんですけれども、はい、料金の方が5000円。はい、はい、ということでよろしくお願いします。今週もね、あれじゃないですか、まだ1年経って、うん、だいぶ曲も増えたじゃない。ましたね、これは今回このスタイルで昼夜で曲が変わるとかあるんですか。うん、確かにできるね。できるほどありますよ。うん、それはありそうですか。うん、労力増えるけどいい。僕はいいですよ。全然いいよ。本当やって決まってるじゃないか。で、今回の7月に関してはですね、ちょっとまた、はい、なんて言うんですか、ちょっとまた見せか、そうだね、内容、そうだね、編成、うん、はい、そうなんです。違うので、え、ちょっとだから瀬戸利はだから必然的に変わるはずです、うん、なるほど。民謡コーナー引き続きできるとして、うん、そうですね、うん、はい、うん、まあガールズがいるのかわかんないですけども、まあ、ちょっといろいろと見せ方も変えようと思っているので、うん、内容がちょっと若干、ね、全部じゃなくてもね、ちょっと違う方がね、なんか少しね、あ、この次の曲違う、あっち行くんだみたいな。そうですよ ね、いいね、なんかちょっといいですよね。確かに2回来る意味が、2回来たら翔さんタンクトップ写真プレゼントとか、そういう特典がないと、はい、もう、マレーシアで買ったやつ、マレーシアで買ったやつの 横からの写真、ね、うん、おーおーおーおお、はい、任せろ。言ったな、手紙とタンクトップだぞ。よし、自分が俺一生懸命頑張る。普段通り頑張るだけ。求められてればね。そうだよね、みんなに。確かにね、求められてると思うよね。求められに行ってるもんね。もう、そうですよ、絶対その SNS 上げないといけど、結構ガンガン上げてるからね。もう結構なんかもう もうね、上げないことにした。あ、そうなんだよ。なんで。もうね、そう、
やりすぎってなる、ね、でも筋肉のトークを聞きたいけどね。あ、そっか、そう、確かに。やっぱあの活動を続けてもらえるとさ、ね、そのうちあの中山筋肉さんとかさ、筋肉体操出たいなって言ってね。っ、 ってます、はい、また繋げてくれます。繋げてくれる、はい、筋肉で繋げてくれます。でもなんか昨日あのとある三味線の方と飲んでたんですけど、うん、その方が「翔さんってすごいですよね、あの女性の方ですね、筋肉、うん、その筋トレ筋ストイックですよね、全部三味線のためになってるんですよね」って言われるから「でもなんか胸筋がもう邪魔になってるって言ってるよ」って言ったらめっちゃ笑ってましたけどあ、邪魔なんですかみたいなじゃあ何のためにやってるんですかねって言ったら「うん、まあいいんじゃない?」っていう話は。邪魔なんですよね。いや、まあそれは信じるか信じないかあなた次第って感じで。あ、そう、言ってるだけかもしれないし、確かにね、本当は筋トレした方がいいかもしれないし、うん、あ、三味線には、三味線にそれやってる人か分かんないと、はい、なるほどね。そっか、真実はいつも一つ、いつも一つ。じゃあ俺には嘘をついてたってことになりますね、そういう場合はねまあネタいやいや、いいと思いますよ、ネタかなみたいな。まあそうだよ ね、はいはい、ね、確実にポジティブにプラスな部分もあるでしょうしね。あ、そうですよ、筋肉があることによって、うんうん、りょーちん筋トレとかする？筋トレね、一時期してた時ありましたよ。何してた？あ、でもほんまに家で自重か、あとなんかちょっとあの、これ何ですか、ダンベルですか、ダンベルで、ダンベル使ってみたいな。それベースのために？そうじゃない、楽器のために筋トレしてたの？楽器のためとかじゃない、人生を豊かにするために筋トレはあるんや。なるほど、じゃあ人生豊かにするために翔さんもしてる。それはある、ある、うん。あー、やっぱりそうなんだ、うん。前も言ったように翔さん の、 その筋肉師匠はだってたかしだもんね。そうだよ、本間先生で。そうですよね。ああ、たかしって。そうだ、きっかけはここだから。ガリガリよいや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 、脱いだらすごいよね。脱いだらすごいよ。それ嘘つけよ。ガリガリなの、嘘つきなさい。もう翔がもう筋肉にたどり着いた。じゃあ浅草公園3回来てくれたら、本間さんの腹筋3回どういうこと？お前どうやって、どこでどこ打ち上げ何3回公演で3はどこなのよこれまあね、喜びは5時半だからまあ終わってまあもう一発ぐらいね。そうだね、ちょっと3回公演やめな何を言うのほら、あんまりやめようよ。歌劇場の外にさ、あの外のセットあるからさ。あ、そうだよね、そこ3回目。そうだよ、あのステージ、野外の、あ、花屋敷の中 の、 あのヒーローショーとかやる。言ったな手紙とそれやれよ絶対それ一人だけ二つなんでだよ一人なら俺は、うん、俺だってやりたくないもん二回でもなかなかね。まあね、本当は1回がいいんだから。まあね、1回もいいよねいやいや、冗談冗談冗談それもね、それも信じるかもしれないから、あなた次第いいですね、はい、1回3時間コンサート1回みたいな。あー、それね。あー、なるほどね。まあ、東京ドーム行けたらそれしましょう。そうしようか。東京ドームで1回行くのはきついでしょ。いや、で見たことないね、東京ドームに行くのこれ誰誰人口どっかの人口ぐらいいるんじゃないですかちっちゃい国にはなるよね確かにね。まあ、ドーム公演もでもやりたいね。やろうぜ。ほんとだよな、国技館とかね。ねえ、そうですよ。あの、日本あの民謡の協会が2つあるんですけど、はい、うん、前世紀は日民は全国大会国技館、そうでしょ、共民は武道館、そうで、で4日間押さえてたんだよ。すごいよね、そんだけいたの人が、出場者がね。だからやりたいね。日本武道館とかね。武道館と国技館。やりたいね。やりたくない？やってみたい。それもさ、俺らのコンサートの前はその日だけ三影主催のコンクールじゃっちゃったか、ただ。ああ。だって昼は。おもろい。審査員。お、俺？でもいいと思う。ね。森さんは森藤さんと森さんだよ。森藤さんと関口さんと両親とあとうちの家族で審査員。ああ、いいね。5点とかあげるから、ね、いいね、他の協会のね、他の協会とか。あれ別に怒られてたよ、だって大丈夫って、なんて怒られて、船でだいぶ絡まれてたけど大丈夫。怒られたの？怒られてないよ絡まれはしてた怒られてない俺は絡むイメージだけど、絡まれたんだ絡まれた、やられましたやられたんだ出血的裁判やめよう、ちょっと怒ってるじゃん嘘嘘嘘、いやでもすごい、まあもうでも日本まで、うん、もう盛り上がったんでしょ、はい、浅野翔さんプロジェクトも。もう盛り上がりましたよ。翔さんって言ったら、いやいや、浅野翔プロジェクトじゃなくて、あの時もね。やばいよ、浅野翔プロジェクト言うからな、この話だ。ASP も盛り上がったんですよね。で、日本丸、もうだこの4人で乗ってないから。乗ってないから。そうなんだ。乗りたいな。それも乗りま、乗りたいですね。大平さん、お願いします。お前は。もう今年は言ってくさいですから。はい。大平さん、お願いします。行こう、お願いします。はい、昆布、食べたい。あ、ちなみに1個だけですか、終わる前に。
あの浅草公演の1週間後誕生日なんだって。そう、俺7月22日誕生日やから。サプライズやろう。あ、サプライズちゃう。あ、でも、ね、そうだね。ね、なんか本番中にやるとは言ってないの。あ、なんかさ、3回目の夜の舞台決まったじゃん。いやもう、バスデーライブ。やったやった俺のバスデーライブ。バスデーライブ。あ、722なの722よ、俺。月曜日。で、何歳になるの29。おお、大台だね、もう。ようやく追いついてきたね。追いついてんねえやん。あ、見た目にってことか。そうそう、びっくりした。自分にかと思って。一生追いつかへんよ、29。誕生日なんだ。まぁ、ちょっと考えようか。何してやるか。ちょっとほら、ありきたりだともう今ネタバレしちゃった。あれかな、やっぱり曲のサイズ勝手に変えといて本番やっちゃやっちゃうと。そっち系のサイズ。やばいやばい。ドキマギする。えぇみたいな。俺も弾くのやめちゃうけど。お疲れ様でした。ちょっと考えましょう。あ、そうか、29。20代最後。そうよ。そうか。20代楽しんだ。まだ20代やって。全然20代やって。それは来年聞けばいいな。来年俺のワンマンの時聞けばいいな。そう。この日付か分からないけどね。分かんないよ。来年は。分かんない。来年はだからもちろん。ニャーニャーニャーの日。公会堂とか。2月よ。そうだね。浅草。ね。ちょっとね、大きいところでもやりたいよね。はい。じゃあ、りょうちゃんの誕生日もお祝いしに7月15日皆様来てください。ぜひね。みんな、祝いに来て。15日だからプレゼントも、ね、募集しましょうだね。何が欲しいかな。あ、言っといた方がいいかも。あ、そうだ。タンクトップでしょ。来るよ、7月15日。タンクトップ来るぞ。何欲しい？じゃあ俺、じゃあ、右左右髪は毎週金曜日夜8時から放送しております。過去の回もぜひ聞きに来てください。右髪ファンの佐藤光輝、浅野翔、またかしでした。何欲しかったの？何欲しかったの？ iPhone の一番新しいやつ。誰が買うんですかね。ガチじゃん、ガチじゃん。バイバーイ。はい、ここまでよろしくお願いします。